A 段零6系電車、A 段零6系電車、A 段零6系電車は、1993年、平成5年3月18日より、営業運転を開始した、低都高速度交通 A 段、A 段の通勤系電車である。2004年、平成16年4月の A 段民営化に伴い、東京地下鉄、東京メトロに継承された、千代田線用で、 一編成重量のみの在籍であった。千代田線では、1993年、平成5年3月に実施した、輸送力増強のためのダイヤ改正の際、A 段受け持ちの車両運用数が一つ増えることになった。ただし、6000系は量産車の登場から約20年が経過しているため、同系列の増備ではなく新しいデザインの車両を製造することとなった。 設計にあたっては、同時期に、有楽町専用として製造された07系と共に21世紀の地下鉄車両の基本モデルと位置づけられ、ジェントルマイルドをメインテーマとし、列車に関わるすべての人と環境に優しくあるよう、設計した。人とは、乗客、乗務員、保守作業員、製造作業員など車両に関わるすべての人を表す。環境とは、車内居住空間、 音、光、空調など、社会環境、振動、騒音、リサイクル、経営環境など車両に関わるすべての環境を指す。これは、21世紀を目指した車両は、人と環境に心を配り、穏やかで上品であることを必要としたためである。このメインテーマをもとにして、外観、内装、機器などを一貫した設計を実施した。1992年。 平成4年12月初旬20両編成1本が落成し、綾瀬建尺に公主車両輸送された。同年12月16日付で入籍し、営業運転は1993年3月18日から開始された。千代田線と、相互直通する小田急電鉄小田原線、多摩線と東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐観光線にも入線した。 千代田線はその後も、A 段、東京メトロ受け持ちの車両運用数に変化がなく、2編成目以降が、追加投入されることはなかった。その後、経年を迎えた6000系の機械には1万6000系が新規に製造された。東京メトロでは、千代田線で運用をされる重量編成の自社車両を1万6000系に統一する予定であることなどから、2015年、 平成27年8月8日、資料によっては9月22日付で廃車となった。外観デザインは穏やかで上品な中に優しさを持ち、長くお客様に親しまれることをデザインコンセプトにした。車体はアルミニウム合金製で HK 以来となる大型押し出し型材を組み合わせた工法で製作されている。外観には千代田線のラインカラーである。 グリーンに白とパープルの細いラインを組み合わせ、穏やかで落ち着いた感じをイメージさせた。前面は約14度の交代角をつけ、全体的に丸みを帯びた形状とし、フロントガラスは側面にまで回り込ませた曲面ガラスとした。車両側面では屋根を高くし、いわゆる張り上げ屋根タイプとした。先頭車前面下部には排唱機、スカートを装着する。 また、地下鉄線内における、プラグドア式非常口と非常階段が設けられている。全長を20メートル程度に収めて、さらに運転室を従来車よりも広く確保するために、車内の座席定員配置を6000系の3.77.73ではなく、4.67.64とした。そのため、先頭車では4人掛け座席に相当する部分が運転室のスペースとなり、 先頭車では、全長は20メートルより7センチメートルだけ長くなった。後年に、車両間転落防止ホロが設置された。全面と側面の行き先表示器は LED 式であり、本とは妙長体である。さらに小田急線内における、優等列車での使用のために通過標識等を設置していたが、1998年、平成10年4月に、 同線での使用が停止された。冷房装置は集中式とし、外観では端部に FRP 製のカバーを取り付け、丸みを帯びた形状とした。装置は、日立製作所製の外気導入系インバータ、制御方式、フター300から206系で、能力は4 8 8 4ットである。インバータ制御方式とすることで、きめ細かな温度制御や、 省エネルギー効果を高めている。空調運転モードは、冷房、暖房、除湿、全自動、送風があり、全自動では内蔵のカレンダー機能や、車内外の気温に応じて、冷房、暖房、除湿から自動選択されるものである。車内の冷房風道は、ラインフローファン方式を採用し、補助送風機、ラインデリアは、先頭車に9台。 中間車20台を設置している。内装は、千代田線沿線の日暮里、千代田、赤坂、神宮前といった歴史ある格式高い街のイメージから日本庭園をイメージさせる和風のデザインとした。デザインコンセプトは外観ラインカラーと共通の事項とし、07系では上品で活気あふれる雰囲気を目指したが、本系列では穏やかで落ち着いた雰囲気を目指した。 化粧板は、紅色を基調とした和紙をモチーフにしたものとし、床材は外側を、浅紫色の砂目模様、中央部は、そよ風になる、松の葉をとイメージしたもので、浅紫色とネズミ色でコーディネートした。車両の屋根曲線の改良や空調ダクトの、扁平化など工夫をすることで、天井高さに、230mm とし、 従来車両よりも 88mm 高くした。さらに、袖仕切りの握り棒は車外に向かって広がるようにし、圧迫感を減らすようにした。雑石表地は、山色、エメラルド色系を基調に、細かな砂目模様の入ったもので、一人分の着座幅を従来の 430mm から 450mm に拡大し、バケットシートを採用した。 袖仕切り部の仕切りパイプ、サイドバーには腰掛けと同じモケットを貼り付けしている。2012年には座席間のスタンションポールが増設された。網棚は従来の 0X 系列で採用されているステンレス線を格子状に溶接したものを使用している。座席配置の関係で扉間隔が異なり、側窓もすべて大きさが異なる。 ガラスはピラーによる分割はなく見通しの良い一枚窓とされ、6人がかり座席部の窓のみが開閉する。それ以外は固定窓。カーテンも幅の広いものとなるが、座席単でも操作しやすいよう、フリーストップ式を採用している。なお、優先席部は青色の座席であり、この付近の吊り革はオレンジ色のものに交換されているが、一般席部の吊り革は白色のままである。 本系列では千代田線を走行する車両では初めて車椅子スペースを設置し車椅子での乗降を考慮して車両床面は6000系の位置 200mm よりも 50mm 低い位置 150mm としさらに連結面通路幅は 900mm に拡大したこの車椅子スペースは編成中の2号車と9号車に設置されこのスペースには安全手すり 乗務員と通話可能な非常通報装置が用意されている。客用ドアの窓ガラスは、服装ガラスを採用し、各車端部にある連結間貫通扉はガラスが、下方向に拡大されたものとなったほか、つまめん窓は廃止された。2007年、平成19年頃には、当時申請が進んでいた、有楽町線、副都心線向けの1万系と同じく豪車札や、 非常用コック、非常通報機、消火機札などの表記類を、蓄構成のシールに変更を実施した。LED 式車内案内表示器、1616ドットで1文字を表示、それを11枚、16176ドットで、構成を各客用、ドア上部に装備し、自駅及び乗り換え案内などの表示が可能になった。所体は6000系。 第35編成と同じである。表示器は、橋が丸みを帯びた形状であり、ドアチャイムも明動する。この他に、自動放送装置を搭載しており、6000系と同様に、千代田線と小田急線内で使用されている。車外案内用には、車外スピーカーが設置されており、車掌による、車外放送や、押しボタン操作による、ドアが閉まります。 ご注意くださいのアナウンスが2回流れる、上高促進放送が操作できる。本系列の乗務員室は乗務員の操作性、居住性の向上と前方視野の拡大、客室からの眺望を配慮した、機器形状、色彩とした。機器配置の関係から、奥行きは広く線路方向に約1、900ミリメートル確保されている。室内は、アイボリー色の配色。 運転台系基板はダークグレーの配色である。運転台は6000系と同様にマスコンハンドルとブレーキハンドルが個別に配置されているが、ブレーキハンドルは固定式である。速度計は時速 120km 表示で新 c s a t c に対応した白地で二張り式のものである。運転台の右側には車両情報管理装置のモニター画面があり。 乗り入れ先の機器などが多い乗務員室機器をできるだけ集約してユニット化し凹凸を減らした。運転室と客室の仕切り部には日比谷専用の零散系と同様に運転台背後に大窓が1枚客室から見て右側に窓入りの仕切り扉がある。車高膜は背面の大窓のみ設置されている。当初より大窓はややスモークの入ったガラスを使用している。 仕切り扉窓は当初は透明であったが、フロントガラスへの反射が大きいのでこちらも後年にスモークの入ったガラスとなった。同時期に設計、製造された07系と基本的な性能は共通で、設計最高速度時速 110km、起動加速度時速 3.3km、S である。ただし原速度は07系と異なり、常用時速 3.7km、S。 非常時速 4.7kmS である。主回路は東芝製の VVVF インバータ制御であるが、制御阻止には日本の鉄道車両で初めてイベット、阻止耐圧 1500V600A が採用された。一機の制御装置に対して一個の主電動機を駆動する 1C1M 制御3レベル方式である。重量編成のうち4量が205。 キロワット手電動機を4機搭載する動力車6両が、付随車の MT 比 4M6T ながら、6M4T の6000系と同等の性能を確保している。歯車比は7.79と高めに設定されている。また、万が一1個の手電動機が故障しても、1C1M 制御であるために、性能の低下を防ぐことができる。この制御装置の採用にあたっては、 東西専用の例語系において1992年、平成4年5月から7月にかけて東芝、三菱、日立の順番でイベット素子による VVVF インバータ装置を取り付け実車走行試験を実施した。この走行試験結果を受けて本形式の採用に至った。終電装置は6000系と同様の菱型バンタグラフだが本形式では 車体屋根を高くしたため、折りたたみ高さを 400mm から 330mm に変更した PT4322S 型パンタグラフを採用した空気圧縮機は A3K で実績のある誘導電動機駆動のレシプロ式 C-2500LB 型を搭載する。補助電源装置にはイベット素子を使用した三菱電気製の DC-DC DC コンバータ。 出力1 7 0ットを採用した。これは、河川からの直流1、5 0 0トを直流6 0 0トに高圧するもので、これを空気圧縮機や冷房装置に供給する。その他の交流回路には静止系インバータや変圧器で単相交流2 0 0ト1 0 0トに変換して使用する。直流回路には整流器により直流 100V24V が出力される。 ブレーキ装置は回生ブレーキ併用の全電気指令式空気ブレーキとし、保安ブレーキ、降雪時に使用する大雪ブレーキを設置する。ブレーキ制御には1両の電動車が自社を組めた2.5両分の回生ブレーキを負担する 1M1.5T 新遅れ米制御方式を採用した。この新遅れ米制御方式は従来よりも回生ブレーキ性能の 工場と製林種現象を図れる新しい方式である。台車は新たに設計したもので、A 団地下鉄における次世代の標準台車を目指したものとして、曲線通過性能向上、メンテナンス省力化、軽量化、高粘着化を設計の基本とした。これには、住友金属工業製のモノリンク式、軸箱支持方式ボールスタレス台車、動力台車は、 SS135 系、不随台車は SS035 系を採用しており、基礎ブレーキにはユニットブレーキを使用している。本系列においても03系以来となる車両制御情報管理装置、通称 TIS トレーンコントロールインフォメーションマネジメントシステムを搭載している。これにより、運転情報が集中管理され、乗務員の支援や研修時の効率的な運用を 可能としている。さらに本系列においては、車両間の伝送線に光ケーブルを採用し、マスコン指令や常用ブレーキ指令などの制御、伝送機能を有している。運転台表示器は、カラー液晶画面を採用するなど操作性の向上を図ったものとした。また、本系列で使用される装置は、三菱製の機器で称される p i s の名称が使用されているが、実際には、 北立製 ATI オートノマストレーンインテグレーションが搭載されている。保安装置には当初より CSATC 装置 ATC-5 型を搭載し、小田急専用として OMATS を搭載していた。1999年平成11年11月27日の千代田線新 CSATC 化を控えた同年9月30日付で、 新 c s a t c ATC-10 型対応工事が実施された。内容としては、ATC 車上装置の更新、速度計の総張り式、黒針は、速度減時用、赤針は、ATC 仮想防護信号の制限速度表示用、絵の交換などが施行された。2012年には、小田急専用の新保安装置 DATS、P 装置の取り付けが行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。